嘘だろ。向こうはディフェンスタイプ、最初から耐えるつもりだったみたいだね。エクストリームダッシュは強力だけど、テイル、貴様が2連続でエクストリームダッシュを放てることは、それをあえて真正面から受け、パワーを大きく削ってやる。できる。これで奴のパワーも…何？どうなってんだ？エクストリームダッシュってすごくパワーを消費するはずじゃん。あれがドランダガーの特性さ、もやれるんじゃないかって。はぁ？エクストリームダッシュで消費するパワーを極限まで抑えたベイ、それがドランダガー。エクストリームダッシュ！なんかいい人っぽい。それじゃあやるか。ああ、ストライクホーク！お、一つ頼みがある。お、本気で勝ちに来てくれ。と対マルコカルロ、レディーセット。スリーツーワン、ゴーシュー。エルドチェイン、かすっただけでこの威力。止まらない。力を引き出せなかったかな。まだだ。かますぜ、ストライクホーク。耐えた。いや、たっくオーバーフィニッシュ。では始めます。フィーレディーセット。3、2、1。センターを取りに行った。ダメだ。あのベイ強い。イエティ、いいね。さてさて、どうしてくれようかな。その吹雪、僕にも貸してよ。そのこと。エクストリームダッシュ、君たちの力が必要なんだ。何？早速始めよう。完璧だ。流線形状により空気抵抗を減らし、さらに肉抜きによる軽量化。